茨城釣りフィッシングよ月一神栖10月編よ。茨城県神栖市の利根川河口で釣りをします。よ茨城面白い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 研究所。どうも神栖市 PR 大使オスペンギンの山中隆俊です。同じく神栖市 PR 大使オスペンギンのデレスケです。釣り初心者でーす。よい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 よ。さあというわけでね、我々ね、まあ、茨城県いろいろ PR したいと思ってるんですけれども、ここね茨城県は釣りのテーマパークだとね呼んでおります、はい。まあ、海もね、うん、川も湖もたくさんありますんで、うん、もう絶対釣りのテーマパークだと、まあ、そしてですね、ここ神栖市も釣りをする場所いっぱいあるぞということで、まあ、今シーズンはですね、まあ、神栖市 PR も含めて、毎月1回は神栖市で釣りをしている動画をこのチャンネルでアップしております、はい。それが月一神栖、今シーズンの月一神栖でございます、はい。さあというわけで、今回はその10月編なんですけども、まあ、9月にね先月に引き続き、同じ場所茨城県神栖市の利根川河口、うん、まあ、葉崎と言われる地域ですね、はい。に来ております。ここはね9月はねハゼが爆釣しまして、はい。そしてちっちゃめのチヌクロダイも、はい、釣れたと、うん。まあ、それ以外今日釣れるのか、はたまた同じような魚しか釣れないのか、うん、まあ、それとも何にも釣れないのか、うん、分かりません、はい。なぜなら我々釣り初心者です。よよ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 よ。まあ、前回との違いは、まあ、1ヶ月経ったというのもあるんですけど、はい。天気はね風が強いとかはないんですけど、うん、まあ、ちょっと小雨がパラついておりま す、 です、ね、はい。使う仕掛けはこちら。おこのね、今回使う仕掛けは、まあ、いつも通りの投げ釣りなんですけども、うん、ちょい投げな感じでやっていきます、はい。まあ、重りをつけてね天秤だったり胴付きだったり、はい。そして、この辺で攻めていければと思います、はい。餌はもちろん青い染めです。おいしょ。さあそれではいきます、はい。エンジョイフィッシングよ。いやいいよ、雨やだな、でいいよ、やだよやだよ。レッツエンジョイフィッシング。入れてちょうだい。来てる来てる来てる。見える？グングングング。来てる来てる。うんうんうん。あ、はい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 。はい。おお。おお、可愛い子ちゃん。はい、可愛い子ちゃん。クロダイ。いいですね、いきなり幸先もう速攻でしたよ。はいはいはい。というわけでデルフィッシュ、デルフィッシュ来てんの来てんの、釣れてます、ね、早いで今日も。ブルブル来ましたよ。こんな大きくはないと思うんだ。でも確実って言うとまあまあな。あ、ハゼちゃんだ。おお、でかいでかいでかい。なんだっけ、ゲタハゼじゃない、違う。ゲタハゼまでいかないけども。でもでかいハゼ。まあ、ナイスサイズ。今日も早くも、イヤマフィッシュ。イヤマフィッシュ。なんかね、ちょっとまあ、投げ釣りして待ってる間、これでちょっとね、やってみようかと思います。うん。ジギングみたいな、ルアーなんですけど、はい。でその先にはちょっとこうさらに小魚みたいなのがついてまして、これをねこうピュッピュッってやって、魚っぽくなって食べてくれるかもしれないみたいな、うん。まあ、ちょっとね、まあこれはこれで釣れるかどうか全然わかんないし、僕初めてなんですけど、まあお試しでな、うん。まあなんかちょっと暇つぶしがてらやってみようと思います。なに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 、ジギング？サビキで釣れました。え、見えない見えない。あ、すごい。何？
サッパ？もうどっちがルアーか分かんないぐらいの。え、サッパか？こんなちっちゃい何かかな、だよね、きっとね。さっきちょいちょい魚群が見えてた、多分。その感じ。おー、釣れた。ジギング釣れるじゃん。これ何？ちょっとちゃんとで調べよう。はい、調べます。ヤマフィッシュ。ヤマフィッシュ。初ジギング。来たか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 。はい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 。ああ。はい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 。おお、あ、またさっきのやつ？かなで似てるね。はいはいはい。今回はねもう完全にサビキ。サビキに変えて。ちょっとなんかね真下に大量の魚がいるんですけど。これ。うわすごい。これがあの磯目とかにはね見向きもしないんですよ。ええええ。なのでちょっとサビいてみた。サビいてみたらこんな感じ。はい来ました。すげえ。はい。とりあえず後で調べるこの魚はヤマフィッシュ。ヤマフィッシュ。来た来た来た。あ、来た来た。はい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 。はいはいはい、はい。おでかいな、でかいじゃん。おーい、ハゼちゃん。はい。でかめのハゼですね。デルフィッシュ。デルフィッシュ。ですね、なんかやっぱサイズアップしてるね平均的にね。よね。はいはいはい。数は少ないけど、うん、サイズアップしてるっていう感じで。そんな感じですね。いいですね。デルフィー。デルフィー。ちょっと重いかも。はい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 。雨が強くなってきたけども。あ、いるいる。おお。ハゼ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 、小ぶりだけどハゼだね。はいはいはい。ああ、久々ですね。久々か。ああ、でもなんとか来ました。ハゼヤマフィッシュ。ヤマフィッシュ。というわけで釣り終了でございます。はい。さあということで参りましょう。本日の釣果はこちら。今回は全部で7匹釣れました。はい。ね、魚小さいですけど、はい、何だったんでしょうね。ねえ、まあちょっとね、我々の予想ではサッパとかイワシとか、はいはい、じゃねえかというところでございます。そうですね。ぜひ分かった方コメント欄お待ちしております。お願いします。まあ、先月に比べてちょっとね数は減ったんですけど。はい。まあでもサイズがちょっと大きかった気もしますし、うん、また新たな今日山中さんに関しては、はい、違う釣り方で釣れましたから。そうですね。いろんな魚が ね楽しめる感じでしたね。はい、今日もねいろいろ釣れましたから、うん、全部今日5時間ですか約釣りましたけども、はい、やっぱこのようにいろんなもの釣れましてまだまだ可能性がある感じでございます。はい、ぜひ皆さんも釣りしに来てください。はい。皆さんチャンネル登録高評価グッドボタン拡散よろしくお願いします。お願いします。そしてぜひあの何の魚だったかのコメントもお待ちしております。すいません、初心者なもんで全然わかんないんです。お願いします。